そうですね、先ほどですね、ご自身で作った絵の具のお話が出たんですけれども、はい、改めて、はい、絵の具を作った理由を教えてもらっていいですか？理由っていうのは大した理由はなくて、絵の具開発以前に、ずっと顔料の状態でいろいろと現代失われたクラシックな画料などをいろいろ使って描いてたんですけど、それに、ね、目をつけた絵の具会社がちょっとうちでオリジナル商品として出してみたいんだけどどうですかねって話をいただいたので、それに乗っかっただけで、はい。もともと、自分で調合して使ってた絵の具を改めて製品化するってことですか？そういうことです。その顔料を自分で練って使ってた色を絵の具の状態にして市販するという、なるほどね、はい、ことですね。で、作った色何色作ったんですか？11色作りました。ただ今はね、なかなか寝られる方も今一人しかいなくて、在庫切れの状態が長く続いたり、今また入って私もねまた改めて注文したんですけどね、なかなか届いてこないですね。なるほどね、は